ようやく点を取ることができました岡田監督。一塁側ダグアウト。バルデルスも今ここはもう自分はどういうバッティングをすべきかもっと考えないといけないと思うんですよね、ブンブン振り回すのか、やっぱヒットでもいいからしっかりとミートに徹するのか、はい、っていうのはそれぐらい泥臭くていいと思いますよね。レフト行った、打球が伸びる、スタンドに届いたツーランホームラン。バルデルスのホームラン、貴重な追加点、4点目が入ります。ようやく岡田監督の表情が緩みました、まあ、昨シーズンバルディスがこの藤田太陽から5打数2安打その2本いずれもホームランと言おうとした矢先のホームランでした。本当に相性いいんでしょうね、でも今のなんかでもそのコンパクトに振り抜けましたよね、力ついてますからね、はい、バルディスもね、振り回さなくてもね、今ぐらいの感じでうまく打てればね、もっと率も稼げるでしょうし、はい、ホームランも出そうな気するんですよね。この打球はもう完璧に捉えた打球でした。